よしよしよし。こんばんは。もう始まったんですよね、これ。こんばんは。かましょうの生ショー。場所が変わって初めての放送です。いやー、これね、すんごい場所変わったんですよ。今まで、シャチホコアズーリさんの放送はですね、まあ、スタジオの中でですね、大須の、届けてまいりましたけれども、実は今目の前が外になっておりまして、ね、これだから、公開生配信みたいな感じで、あ、外の様子が映った。あ、いい感じじゃないですか。商店街の中なんですよね、これ。これから今ね、僕が喋ってる絵だけ見たらちょっと、どんなところで喋ってるのか、普通にスタジオみたいなところで喋ってるんじゃないかなって思うと思うんですけれども、実は目の前こうなってるんですよね、今。まだね、日も暮れきっていなくてね、いい感じに今、夕方で、皆さん、帰宅、家に帰っている最中とかですかね。僕来た時ね、まだ結構夕方で、まだやってるお店とかも何軒かあって。てか今も普通にお店さん、居酒屋さんとかやってたりするんですけれども、すごい素敵な商店街ですよ、ここ。渋い。すごいレトロな感じでね。なんか、調べたらすごい名古屋の愛知県の中でもかなり最古の商店街のね、一つって言われているんですよね。ここ、エントンジー商店街ですよね。すごく渋いところですね。名古屋駅からね、歩いて10分ちょっとぐらいのところにあるんですけれども、すごいなんかもう、名駅と全然世界観が違いまして、まぁ、ちょっとなんか大阪みたいなね、雰囲気でね、ちょっとある種、アーケードの商店街で昔ながらのね、すごくエモい、この、今流れてる僕のクラッシュっていう曲ありますけど、このクラッシュの、世界観とちょっと通じるところがあるかもしれない。ちょっと昭和っぽいエモい世界観でございますね。はい。そう、エモい。あ、いいね。あ、もういいじゃん。これ、クラッシュの MV ここで撮ったらいいじゃん。でもこれでいいよ、これ。もうこの、今もうこの絵だけでいい。これでいいっす、もう。っていうぐらいね、すごくなんかエモい感じでございまして、なんかラジオやってるみたいな感じで外歩く人もね、なんか見たりしてて、まあ公開収録あるあるだとは思うんですけれどもね、そういうのって。まあこの、ね、そんなわけで今日はちょっと初めてね、こっち引っ越してきてこのスタジオでのお届けなので、まあどうしてもその話題に最初は触れざるを得ないというか、とにかく僕から見た景色がね、その外なので、ちょっと皆さん、普通にこの白いなんだろう、これなんか宇宙船の中みたいな、なんかこういう宇宙船の中感あると思うんですけれどもただこの外はとにかくめっちゃレトロな商店街で、このギャップが面白い。だから逆に僕から見たら、あ、こんな風に映ってるんだみたいな感じだもん宇宙船の中みたいじゃんっていう。目の前僕から見たらレトロな商店街だからギャップがすごいんですけれども、ただまあいいですね。本当にいい雰囲気。うん、素晴らしいです。シャチホコアズーリさんね、最近名前も変わったばかりで、スタジオも新しくなってね、今めちゃくちゃいいムードなんじゃないでしょうかね。そこにあやからせていただいてっていうところで、本当ありがとうございます。3回目の放送でございます。今日もよろしくお願いします。まあ、今回ね、また曜日がちょっと変わりまして、2回目と3回目の間隔結構短かったので、なんか本当に、普通に週刊番組みたいな感覚なんですけれども、月1回なんですよね、これ。月1回と思えないぐらい、今回間隔がちょっとね、たまたま短かったので、すごくありがたいことにまた、アズパンにも会えてですね、やっております。今日も、シャチホコアズーリさんの X のアカウントの方で、お便り、コメントお待ちしておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。うん。で、まあ、今日ですね、僕が、このラジオで何を伝えたいかというとですね、もう、それは一つでございまして、今僕着ています、この T シャツ、かましょう T シャツ。こちら、実はですね、再入荷しまして、
でこれあの物販でね5月25日26日のライブの、物販で初めてこの T シャツっていうのは売ったんですけれども、ありがたいことに物販ですぐ売り切れてしまいまして、売り切れあの皆さんのおかげでねありがとうございました。その際はでただ再入荷しました今回。はい、コメント早速来ました、ありがとうございます。一旦じゃあコメント読みましょう。ミエピーさん、カムショさん、こんばんは。こんばんは。先日から体調を崩しててやっと元気出てきて、今実家で晩ご飯食べて慌てて帰ってきました。今日は暑いですね。体調大丈夫？カマショーもカマトモのみんなも社長コアズーリ FM さんも体調管理しっかりね。ありがとうございます。なんて温かいコメントなんだ。今日は本当に暑い。確かに今日は暑いですね。さっき名駅から歩いてきたんですけれども、暑かったですね。もう大体ね昼間暑くてもこれぐらいの時間になったら涼しかったりするんですけどね、 T シャツ1枚だと。むしろちょっと肌寒い日なんかもつい最近まであったりしたんですけれども、今日は普通に結構まあちょっと湿度もあってね、結構ここまで歩いてくるの結構暑かったですね。まあまた梅雨にねなってきますんで、てか最近風邪ひいてる人めちゃくちゃ多いよね。なんかもうぶっちゃけ僕もちょっと今日とかいやいや微妙にゴホゴホしてたんだけど、ただまあ僕はもう結構風邪とか重症化する前にすぐ治っちゃうっていうか、てか昨日とかに俺もしかしたらこれ風邪ひいたかもなぐらいのちょっと兆候あったんですけども、全然今日5歩5歩ぐらいで済んだんで、多分もう収束していくんでしょうけれども、まあそんなわけで僕はちょっと普通の人より喉が強いので、風邪が重症化するなんてこともほぼなくてですね、コロナの時も僕喉全く何もなんなかった。鼻がねちょっと鼻炎みたいになって鼻の奥から頭にかけてがすごい痛かったんですけれども、みんなねコロナの時喉がやばいって言ってたけど、俺喉一切痛くもならなければ咳もほとんど出なかったんですけれども、まあそんなわけで風邪がちょっとね今流行ってるんですけれども、まあちょっと皆さんね体調管理気をつけていただいてというところでございまして、まあ暑くなるのでね、とにかくなんでみんな今 T シャツが欲しくなるんじゃないでしょうかね。鑑賞 T シャツ再入荷いたしました。でつい先ほどベースのカマショップに、商品登録いたしました。で商品登録する際にですね、僕そのサイズ S サイズ2枚 M サイズ3枚とか登録してたんですけど、もう本当にその各サイズ2枚3枚とかそれぐらいずつしかなくって、で またすぐ売り切れちゃうんで、もうちょっとでも興味ある方はすぐにもう買っちゃった方がいいです。なんでこの番組終わり次第、お買い求めいただけますみたいな、なんか通販番組みたいなあれなんだけど、もう終わり次第っていうか今もう登録したから、さっき放送始まる前にもう買えちゃいます。うん、まだ X とかインスタには、販売開始って告知してないから、さっきインスタに投稿しようとしたんだけど、いやいいやって思って、このカマショーの生ショーで、ベースで売り始めましたっていうのを告知して、まあ、これを見てくれてる人が一番最初にね買えるように買える状態にしておこうと思いまして、先ほど登録させていただきました。ぜひお買い上げください。すぐまたなくなっちゃうんで、なくなったらまた再入荷ねしたらいいんだけど、だから次いつになるか分かんないので、XL サイズがですね結構人気 で僕もこれ実は XL サイズ着てるんですよね。ちょっとオーバーサイズで着るみたいな感じが、すごく良くってですね、そしたら XL サイズがもうほんと速攻で売り切れちゃって、前回物販でね一番多く仕入れてたのに、だから今回ももう半分は XL サイズです。 SML はもうほんと 2,3 枚ずつぐらいしか入荷していなくて、 XL だけ7枚ぐらい入荷したんですよね。なんで、XL 欲しかったのに物販で買えなかったみたいな方もいらっしゃったので、まあぜひ改めて XL サイズお買い求めいただければっていうのと、まあとにかくそんな感じで今日は T シャツの宣伝ぐらいしかすることがないのでライブの告知とかはね今その決まっりつつ、てか何本か今決まり始めてるんですけど、まだね告知できないのが結構多くってですね、なんで7月13日の白蛇神社
蛇久保神社か、東京のね、の白蛇祭りっていう祭りがありまして、7月13日、こちら無料イベントでして、まあ、都内の方はね来やすいかと思うんですけれども、それぐらいなんだよね今告知解禁してる僕の夏のイベントが。でもねそれ以降8月9月10月、そしてなんと実は、まあいいや、ここから先はまだなんだけど、もうほんと冬ぐらいまで、ライブがポツポツと決まっております。なので結構まあお楽しみにっていうところ で、今この時期がね一番ちょっとライブが寂しい時期ではございますね。まあ6月1日この間ね横浜の開港祭っていうところで、歌わせていただきまして、それ、まあ、あれもほんとたった20分しかないステージだったのでね、まあ、本当にあっという間の時間でした。まあ、その前がね、その前の週ががっつり名古屋でスリーマンやって、ワンマンやって、大阪でスリーマンやってみたいな、すごく盛りだくさんな、まあ、結構この春のハイライトみたいなね週だったので、まあ、それ終わってちょっと今寂しい時期なんですけれども、ただそのカマショップで言いますと、そのライブ映像をね3月にやりましたアコースティックライブのライブ映像も販売しておりますので、そことかでちょっと、ぜひ次のライブまでそれでね持ちこたえるっていうか、それをお楽しみいただければっていうところで、であれのですね、すいません遅くなっておりまして、お手紙の特典というやつをですね、やっと書き終えましたので、こちら発送いたしますのでお楽しみにというところで、で、まあそうですね、まあ、お手紙の特典はもう、ちょっと初回分で打ち切りというところだったので、次からは映像データのみの販売なんですけれども、お手紙の特典というのはですね、まあ、僕からその感謝の気持ちを伝えたかったというのももちろんそうなんですけれども、まあ実はベースの方でね、その UK の商品しか売れないみたいな決まりがあるっていうところがやはりございまして、それもあっての特典だったんですけど、どうやらそれが別になくても、どうやら映像データのみで販売っていうのがどうやらできたみたいでっていうところもですねありまして、まあでもそんなになんか50人も60人も買うわけじゃないから、まあお手紙はお手紙で書こうかな。うん、なんかその逆になんか俺からなんかその皆さんのご住所宛てにお手紙とか送るのキモいかなって逆に思って、そのプライベート的なプライバシー的な問題でね、で僕もそこがちょっとね、そこの処理にちょっと困って、発想ができなかったんですけれども、まあ僕がそのあまり住所いや名前、皆さんのね本名や住所をあまりその目視することなく送れる手段 をなんとか探ってっていうところで、ちょっとそのいやいや手間取ってしまいまして、なので、まあそれがなんとかちょっと解決したので、皆さんの、ご自宅へお届けいたしますので、まあお楽しみというところでございましてね。うん、今日コメント全然来てない、もしかして来てます来てないマジで見てる、むしろこれみんな大丈夫。昨日なんか一応前日に僕ね告知して、目の前で見てくれてるけどね、一人ね、ありがとういや見てるかなみんな。昨日なんかほら X に一応ポストして、あ告知ありがとうございますみたいな、忘れるところだったみたいな感じで言ってくれてた人いたから、まあ、結構そういう人たちとか見てくれてるかなって思ったんだけど、なんじゃ見てなかったら T シャツこれ宣伝しても意味ないじゃんねこれね。まあ、T シャツはどうせまた後半でもう一度宣伝しますので、やばいね、なんかこんなコメント来ないことあるんだ。だからやっぱ7時台っていうのも微妙なのかもね。なんかやっぱ8時にしてほしいみたいな人もいらっしゃったしね。あ、なんか来た、またもう一人ありがとうございます。まあ音声はちなみにこれ外には聞こえてないんですかね。音声は聞こえてない。だから音声は多分ね今イヤホンで聞いてくれてて、だから時間差なんだよね、あれは私の喋っているんだとね、うん、まあまあそんなわけでよかった。まあ目の前で見てくれてる人がね少なくとも2人はいるということなので、まあ全く誰も見ていないっていうわけではないんでしょうけれども、まあこのね放送、その二刀流じゃないとコメントが難しいみたいな話がねいつもございまして、そのスマホで見つつ
じゃあパソコンで見つつスマホでコメントとか、あるいはその逆とかね。まあ、僕はもう結構二刀流が当たり前の人なので、てか僕はもうあれだからね、家いるときはもう LINE とかは全部パソコンだからね。パソコンで打った方が早いもん、スマホだるいもんっていうぐらい僕はねパソコンを突き詰めている世代なので、もう僕本当にあれですよ、何度か自分の配信とかでも披露したことあるけど、パソコンのタイピングが本当に気持ち悪いぐらい早いので、僕はなんだ、 LINE とかね、なんだろう、パソコン、家だとパソコンで LINE 打つんですけれども、ちょっと常人がスマホで打つスピードじゃないぐらいのスピードで LINE 打つから、送信する前にちょっと俺間を置くもん。なんかこれちょっと返事早すぎだろって思って、その2秒ぐらいで20文字ぐらい打つ、あ、それ言い過ぎか、2秒ぐらいで10文字ぐらい打ったりするからね。うん、ちょっと間を置いて送信するもん。ありがとうございます。りっちゃんだ。ありがとうございます。遅くなりました。こんばんは。スタジオ変わってますね。そう、こんばんは。スタジオが変わりました。うん。今日も、もうね、スタジオが、変わりましたっていうトークしか最初してなかったから、ちょうど良かったかも。今来たタイミング。もう本当に、スタジオ変わりましたっていう、その、誰でもできるトークだったからね、最初は。スタジオの外の映像なんかも、またもう一回映しときますか、じゃあ。あのね、そう、こうなってるの、僕の目の前は。今ね、僕が喋ってる空間だけ見たら、本当なんか宇宙船の中みたいな、あの空間なんだけど、僕の目の前はこうなってんの。すごいよね。すっごいレトロで味のある商店街でございまして、ぜひ、いつか遊びに来てください。名古屋駅からね、歩いて12、3分ぐらいのところで来られますので、うん。まあ、今日はね、この、今日のメイントピックとしては、その新しいこの商店街の中のスタジオからやっていますっていうのと、ついにカマショー T シャツ、カマショップで販売開始っていう。もうその2つ。もう今日それしか喋ることない。ライブの告知とかももう今その、発表できるのが、7月13日のやつしかまだないので、ただまあさっきもこれ言ったんですけど、もう8月9月10月、さらにその先年末のライブまで今もう決まっているので、まあ告知続々していきますので、ぜひよろしくお願いしますということでございます。まあちょっとね、その T シャツの告知的なやつさっきしたけど、全然誰もまだ見てなかったから、やっぱりそこは最後までもう一度粘りまして、コメントありがとうございます。あさだろさん、めちゃくちゃ見てます。ライブ映像をダウンロードできるようになったら教えてください。そうだ、あさだろさんのような、ちょっと後からご購入いただいた方の分のね、ダウンロード、アップロードが遅れていて申し訳ございません。うちの回線が弱すぎて、5ギガ以上の映像データが一向にアップロードできないので、自分の別の、まあ、いわば職場的なところでアップロードしようとして、いつも忘れてしまっています。すみません。明日こそアップロードしよう。 MV はちゃんと力添えた方がいい気がします。カムショーの先生好きです。 MV はね、本当に作りたいよね。今年出す新曲のね、2つぐらいね、 MV 作りたいなって思っております。俺1個はね、俺もう俺全く出てこない映画にしたいなって実は思ってるんですよ。でも別になんか書きたい脚本とかがあるわけで、なんかイメージしてる脚本とかがあるわけでもないんだけど、漠然となんか青春映画みたいな MV にしたいなって思ってるのがあったりします。 MV はね、今大事ですからね。んーで、まあそれは、まあとにかくそう、まあ T シャツカマショップで売り始めましたっていう話、また後半に再度しようと思います。でまあこれで一通りちょっと話が落ち着いたところで、まあカマショーの生ショー第3回っていうところでね、まあ第1回と第2回でその、まあ、朝太郎さんたちからもねコメントありましたように、私の音楽遍歴を話してくださいみたいな話だったんですけれども、まあ1回目はね、主にそのまあデビューに至るまでの経緯であったり、デビューしてからのね、どういう活動をしてきましたみたいな自己紹介型や、そういう話がメインになったんですけれども、2回目はね、意外とそのでデビュー前の音楽遍歴が朝太郎さんとかもね聞きたかったんじゃないかって思って、自分もなんかそういうの話す機会意外と少なかったので、それをですね、
前回話させていただいたらですね、前回本当結構そればっかり喋ってたにもかかわらず全く 4,50 分じゃ語りきれずっていうところで、結構ね高1ぐらいまでのところ話したところで終わった気がするんだよね。高1ぐらいっていうか、なんならもう中でそのあいやもう中3ぐらいまでだね。だ小学校の時とかこういう音楽聴いてましたみたいな、もうまだ小学校 1,2 年ぐらいから結構大人が聴く音楽聴いてましたみたいな。えびっくり、カラーズの人じゃん。あの僕ね、カラーズ苗橋のカラーズっていうところで配信をね、ラジオをやってるんですけど、そこで働いてる人が今目の前通りかかってびっくり。なんか俺どこでも生配信してる人みたいになってんじゃんっていう、びっくり。カラーズのビビンバ屋さんのお姉さん。俺配信ラジオ公開生放送してる日にしか会わない人みたいになってる。いやーびっくり、すごいね、世間狭いね。悩ましってそんなに近くないのにね。びっくり、へーすご。なんかもう悩ましトリオだ、聞こえないんだよ、悩ましトリオだよ、悩ましここ。なに、え、にいる、あーはぁ、ごめんなさい、なんかこっちで会話してごめんなさい。ウケる、すごいね、なんか怖いな、なんかもうやっぱ公開収録って怖いわ。なんかもうその知ってる人がどんどんもう一気に汗かいても俺怖っ。この公開収録してるとさ、そういう今みたいに、まあ、まだそのカラーズの人だからいいけどさ、で普段からね俺そういう、ラジオとかそういう公開放送やってる人みたいな、あの知ってる人だからいいけどさ、なんか全然知らないプライベートの知り合いとかが通ったりしたらちょっと恥ずかしいな、ちょっとみたいな思っちゃうんだけど、まあいいや、それはいいでしょう。あのもう最近本当にね、なんだろう、まあいいけど、まあいいや。ちょっと動揺した。今日ちなみに私あのすっぴんです。あの今までね、そのカマショーの生ショー2回やって、あとそのなんだっけ、その前にマーミーさんっていう方のね、初めて僕が、アズーリさんに出させていただいたのがそのマーミーさんの番組で、3回出させていただいたんですけど、3回とも結構ちゃんと化粧して、ちゃんとっていうわけでもないけどね、お肌とかをちょっと綺麗にしてね、眉毛描いてね出てたんですけれども、今日も本当にドスッピンでして、であと前髪上げてます今日、イエイ。前髪上げるか下ろすか問題みたいな、いつもね悩ましいところなんですよ。で結構僕のお客さんは結構なんだろう、僕が前髪下ろしてる方が好きな方が多くってですね、ただなんか難しいんだよね。僕もね下ろしてるのがめっちゃいい感じになってる時が一番いいと思う。でも下ろしてるいい感じに下ろす状態ってね難しいんですよね。僕特にすごい直毛でね、あんま言うこと聞かない髪なので、でもアイロン必須なんですよね、そうなってくるとね。だから毎朝そんなアイロンとかしてる時間ないし、で今日はねここアズーリさんすごい早めに来たので、今日ねすごく1時間ぐらいたっぷり時間あったんだけど、さっきまで俺ベースにその商品登録ずっとしてて全然もうメイクとかする時間、今日だから1時間以上前にここ来たんだけど、もうその後ちょっと一旦コーヒーコンビニに買いに行って、で戻ってきてからもうずっとベースに商品登録して、でその後インスタにももうちょっとこれ投稿しようと思ってたんだけど、なんかいい感じの写真ないなってなって、さっきねあの背中のねあの写真で撮ってもらったりして、で、まあでインスタはまあやっぱ後にしようっていう、さっきも言ってたんだけどね、うん、インスタはこれ放送終わってからにしようって、この放送見てる僕のコアなファンの方にいち早くベースでカマショップで T シャツ売り始めましたみたいなね、
なんかそれからもうこの外の人と目が合うとあれ知り合いみたいにもう思っちゃうようになっちゃってもうこれでみたいなみたいなね話でございます。はい、いやもうちょっと恥ずかしてきちゃった。 俺結構クーラー苦手な人なのでね、最初ここクーラー直撃でめちゃくちゃ下げたんですよね。最初22度で強風みたいになったから俺26度の弱風みたいな感じにしたんですけど、ちょっと暑くなってきたから下げようまあまあまあそんな感じでございまして、何だったっけ、僕の音楽遍歴の話だ。ごめん、なんかさっきそのね、あの知ってる人が通ったりしたからちょっと話がだいぶ脱線したんですけれども、そう、もうなんかね、小学校の時こういう音楽聴いてましたみたいな話から、あ、お便りありがとうございます。あ、なんか長そうだ文章。あ、そんなでもなかった。りっちゃんありがとう。すっぴん、肌綺麗、スキンケア何してますか？ちなみに私は前髪アリ派です。アリ派だよね、みんな、みんなアリ派なんだよ。アリ派ってだからこういうことだよね、こういうことですよね。ああこういうこと。ごめん、てか今めっちゃこれカルピス濡れてた難しいんだよ、いい感じに。あれだからなんかあれ、あ、これなんか逆になってんだこれ。まあいいや、難しい、まあ難しいんでちょっと一旦戻すと、スキン、いや俺ね、むしろお肌荒れまくりでやばいよ。俺今ニキビだらけだもん。ニキビだらけとか言うとあれだけどあのね、なんか俺この間ね、別件で内科に行ったらね、なんか俺その時もうその時ほんとひどくって、おでこにでかいニキビ2個ぐらいあって、あ、そのでかいニキビあるけどそれ治す薬いる？みたいななんか言われて、内科の先生に、え、めっちゃ欲しいっすそれとか言ってでもらって、そしたらもうでかいニキビやっぱすぐ治って、でもなんか今またその薬塗るのやめるとまたちょっとニキビがポツポツでき始めているみたいな。全然肌切れてないっすよ俺だから。まあそのニキビとか除くとちょっとややツヤ感はあるのかもしれないですけれども、でももう30代もね半ばに差し掛かってきてるんで、私こう見えて、なので結構お肌とかはね本当、あ、でも俺最近ヒゲ脱毛してるから、ヒゲ脱毛、俺あの今年からついにヒゲ脱毛を始めて、でもうね、もう今5回ぐらい行ったからもうほぼ消失しかかってるよ。あの前回の後すごかったね。あ、5月のでこの間のその名古屋大阪のツーマンのあたりマジで生えてなかったもん。もうあの俺でライブの日なのにヒゲ剃んなかったからね、そのレベルでもうツルツルになって、まあもともと薄いからね、まあ顎はまだちょっとねやっぱ生えるけど、で昨日ちょうど5回目だったんだよね。なんでもう結構なくなるんじゃないですかね。で俺だからやっぱヒゲ薄いからね、あのあんまり痛くなくって、でも痛くないとね効果なさそうだから、なるべく痛くしてもらっててね。で意外と3回目ぐらいが一番痛かったな。なんかちょっと2回目と3回目が間隔空いて、確か久々に行ったらねめちゃくちゃ痛かったんだよな。あの時3回目が一番痛かったの。でもまあ、あ、でも言うてだけどね、痛が7回ぐらいあるぐらいだから、その以外はねそんなにあれなんで、まあヒゲ脱毛ね、いや別になんかなんだろう、すっごいツルツルになりたいというよりかは、まあ、シンプルにまあなんか結局毎朝ヒゲ剃るからめんどくさいじゃん。であとまあやっぱヒゲ脱毛するとやっぱ肌綺麗に見えるんだよね、それこそ、うん、でなんだろう、いや別になんかヒゲ生やすキャラみたいなのに全く憧れないわけでもないけど、でもまあ多分向こう15年はそのキャラになることないだろうなっていうところもあって、まあ、だったらまあ一旦脱毛しちゃった方がいいでしょうっていうね。まだなんかそのヒゲもやっぱ直毛だから、俺薄い直毛だから綺麗に生えないんだよね。そのなんかヒゲがね外国人とかみたいな感じで欧米の方みたいにかっこいいねあれになんないので、もうなんか無理だよね。だからヒゲでかっこいい系になるのはね、やっぱちょっと気温下げると寒いね気温下げると寒い、うん、やっぱ26度でこの風速にしよう。
本当にね僕クーラー苦手で、俺ねだから世の中の人ね、なんであんなにクーラー強くて生きてられるのか本当不思議なんだよね。電車とかクーラー強すぎて俺もうイライラするもんたまになんか本当にブワーって吹いてきて、ふざけんなよ、なんでこんなにクーラー強いんだよ、おかしいだろうっていう。だからなんかもうな、まあ俺がでも本当極端にねクーラーとか寒いのダメなんだろうけど、でも冬の寒いのはね昔ほどダメじゃないんだけど、まあちょっとクーラーがしんどい季節にはなってきますね。で、まあ、スキンケアはねでもとにかくそのヒゲ脱毛を最近しているのと、あとはもう化粧水塗ってニベア的なものを塗ってるぐらいですかね夜に。うん、全然何もしてない。でも確かにおでこテカってるね今日おでこテカってると肌が綺麗に見えるのかしらっていう感じでございます。まあそんなわけですっぴんでございます。はい、で何だったっけ、やっと音楽遍歴の話に戻ろうとしたらまたお便りとか来そうなんだけど大丈夫かなでも音楽遍歴の話ね、そうとにかくその小学校で一通りもう前回までのねあらすじとして、小学校まででもう一通り流行りの音楽を聴きました。もう小1とかから ませてたというか、もう親父もおかんも若かったので、グレイとかビーズとか聴いてました。ジュディマリとか大好きでしたっていう話をね、はい、小学校でしました。で逆に中学校になって周りがね流行りの音楽とか聴き始めると、オレンジレンジとかね、いやもうそんな流行りの音楽とかしょうもないっつって聴かなくなりました。そしたで中2の時クイーンに出会いました。だからもうクイーンしか聴かない生活が始まりました。っていうわけで中学3年生まで行って、で、高校生になりますという、ここぐらいでこの間終わったと思うんだけど、で高校生になるとね逆にまた日本の音楽に回帰していってですね、ただ流行りの音楽は全くもうそれ中学の時以上に聴かなくなったけどね。ただまあ、クイーンね中2中3でどっぷりハマってどっぷり聴いて、まあ、その後なんかその関連アーティストとか行きそうじゃないですか。でそのままどっぷり洋楽の世界行きそうじゃん。でもなんかクイーンの関連アーティストね、デビッド・ボーイであったりなんか、まあ、その辺を聞いてもなんかいまいちしっくりこなくて、その時はね。だからクイーンがやっぱ良すぎたから、まあ、クイーンってメロディーも抜群にいいし、やっぱ歌もね上手いし、すごく、まあ、日本で人気なのすごくよくわかるっていうか、未だにやっぱりクイーンって最強の音楽だと思うので、まあ、あれ最初に聞いちゃうとね、あれよりいい音楽なんてもう出会うの無理だろうって思うレベルなのでね、クイーンは。なので他の洋楽にもちょっといまいちハマらず、今後になると逆に日本の音楽をまた結構聞くようになりまして、まあ高校生になるとねやっぱり哲学的な思想が芽生え始めるというか、自分の中でもね、俺は何のために生きているんだろうとか、俺は将来どう生きていくのだろうとか、なんか自分らしく生きるって何なんだろうとかね、まあそういう哲学的な話を、まあ、僕は東山高校のプラトンコースっていうね文系のスーパー特進クラスみたいなところに入っていたんですけれども、それがそのプラトンコースっていうね哲学者の名前を冠した、クラスであって、今もうそのコース消滅したんだけどスーパー文系がプラトンで、スーパー理系がパスカルで、パスカルだけ生き残っててね、プラトンだけ消滅しちゃったんですけれどもね、この私を輩出したクラスなのにね、失礼な話だプラトンコース、まあっていうね、そういう哲学者の名前を冠したクラスに入ったっていうだけあって、やっぱり、まあ、まあ文系っていうこともあってね、まあ数学も好きだったけど、まあ結構哲学的な道を高校になるとどんどん歩み始めるというかですね、まあなんで結構歌詞にグッとくるみたいなことが、そうだね高校生になってからだね、それはやっぱ小学校中学校の時はシンプルにメロディーであったりね、そういうものに惹かれて音楽聴いてたけど、あでも初めてね僕歌詞が本当に好きだなって思ったのは中学校2年の時に、やはりクイーンの Spread Your Wings っていうね、放題永遠の翼っていう曲がありまして、すごくいい歌詞なんだよね、すごくメッセージ性の強い。クイーンってなんかどっちかっていうと、もうガリレオガリレオガリレオフィガローみたいな意味わかんない歌詞がね、バイセコバイセコとかねそういうのが世の中のイメージとしてはあると思うんですけれども、スプレッドウィングズっていう曲はすごく土臭い泥臭いね、
夢を追う少年のサミーっていう少年がね主人公になっていて、でなんかホテルのね掃除してボスにこき使われて、でも夢に向かって諦めないみたいな結構熱い歌詞なんだよね。でそういう歌詞すごいグッときて、中学の時すごくいい歌詞だなって、あれはジョン・ディーコン、ベースのジョン・ディーコンがね書いた歌詞なんだけど、まあジョン・ディーコンすごいやっぱいい歌詞を書くというか、やっぱすごい繊細なね方なので、そういうなんだろう夢追い人のねなんかすごく打ちのめされても頑張って生きていくんだみたいなね、気持ちをすごくリアルに書ける人なんだろうなと思って、でフレディもフレディで、一番フレディがその歌詞のねサミーに多分それまでの生き様として近かったと思うんだよね。まあ移民でね、まあ、なんだろう結構まあなんだろうなんでしょうね、マイノリティとしてね生きてきたというか、まあボヘミアン・ラプソディの映画とか見たらね結構わかると思うんですけれども、そういうですねバックボーンもあっての、なんかすごくフレディの歌にねその歌詞の魂に寄り添っているパワーみたいなのを感じて、それも相まってね、まあとにかくメロディーがいい曲だからね、すごくいい曲そしていい歌詞だっていう、ある種やっぱりそこも原点かもしれないですね、英語の歌なんですけれども。で、まあ、高校生になるとそういうスプレッドウィングスみたいな曲の方角のね日本語の歌がすごく好きになっていって、なんかだからグレイとかがねすごくいいなって、グッとくるなみたいな、生きてく強さみたいな、ピュアソウルみたいなね、なんかそういうのにすごいグッとくるようになりましてっていうところであったりね、とにかくそのあとは、あ、なんかもう一人増えた、もう一人増えた、久しぶり久しぶりとか言って誰が来たんだよみたいなね感じだと思うんですけれども、まあなんかそういうなんでしょう、もうなんかすっ飛ぶな誰か来ると、あ、今のは知らない人通りがかりの人ですいや通りがかりの人にねファンさして新規ファンを増やしていかないといけないですからね。まあでもでも話がすっ飛ぶな、結局クイーンから進んでないまあとにかく高校になるとね、それ熱い日本の80-90年代のロックをね、いわゆるビートロックと言われる、まあ、ボーイ的なねそういう曲、そういうのをすごい聞くようになってまいりました。まあ僕のウィキペディアにね、僕が中学の時にクイーンの影響を受けて音楽始めて、で高校の時にジギーを聞いて森重十一さんに憧れてロックの、ロック音楽に衝撃を受けたみたいなのが僕のウィキペディアを見たら書いてあると思うんだけど、そうだね、高校になったらジギーにすごいハマって、ジギーっていうバンドはですね、グロリアって曲がねすごく代表曲としてありまして、でもあれは89年ぐらいのヒット曲、僕90年生まれなので僕生まれるよりも前のね、年の大ヒット曲で、なんでジギー自体は80年代にデビューしてっていう、すごい全然僕の世代よりも上のバンドなんですけれども、僕がね、幼稚園の時で名探偵コナンね、今でもみんな大好きコナン、コナンの一番最初のエンディングテーマ実はジギーが歌っていて、ステップバイステップって曲ね、そのステップバイステップって曲がすごい好きで、というかねこれもまた流れがあって、高校の時にね、僕ちょうど高校生になる時に YouTube がね世の中に出てきたんですよ。まあ、それも最初クイーンのライブ映像を見るためのツールとしてね、まあ、さっき出てきたベースのジョン・ディーコンって人のファンサイトの掲示板でね、あの頃まだ SNS とかない時代ですよ、掲示板とかでねみんな情報を得てた時代、その掲示板でジョン・ディーコンのファンのねお姉様たちがなんかアメリカで YouTube ってサイトができて、ここでなんかレアな動画とか無料で見放題みたいな、うわすげえ神サイトじゃないかこれって超盛り上がってたんだけど、で僕もその神サイト YouTube でいろいろクイーンのレアな映像とかをね見て、で高校生になると今度は、まあ、日本のねなんか昔の音楽番組の映像とかも上がり始めて、まあ、今だとね結構削除対象になっちゃったりしてすぐ消されるんだけど、最初の方ガバガバだったから、でも最高じゃんこれって、もう永遠に見てられるなっつって、いろんなアーティストのねいろんなレアな映像を見たりして、でその流れでアニメとかもアップロードされ始めて、
で懐かしいアニメをそこで見始めるわけですよ。僕は小学校の時、まあ、デジモンだね。で高校生になると僕はもうデジモン、あ、だから話とっちらかるなまあとにかくそれ懐かしいアニソン、アニメだったりアニソンをすごい聞き始めるようになりました。終了10分前ですね。はい、ありがとうございます。はい、まあそんなわけでございまして、何だったっけ、まあコナンもね、懐かしいアニソンの一つとしてコナンの一番最初のステップバイステップ聞いた時に、ステップバイステップやっぱすげえいい曲だなっていう、俺懐かしいアニソンで好きなのいっぱいあったんだけど、まあ、ステップバイステップは結構その中でもベスト5ぐらいに入るぐらい好きな曲 で、このジギーってどんなバンドなんだろうって調べたら、もうなんかね、紹介文見ただけで、あ、俺絶対好きそうじゃんこれとか思って、なんか歌謡曲の影響を受けたグラムロック系のバンドみたいな、うわこれ絶対俺好きだわってなって、まあそれでジギーいろいろ聞いてみたら、うわ最高じゃんこのバンドつって、ボーカルの森重さんめっちゃグラムロックっぽくてかっこいいしつって、でそっからねすごいジギー聞くようになってね、まあっていうような入り口もあったりして、そういう懐かしい自分の世代よりも全然上のバンドを聞くようになっていったんですけれども、まあその後イエローモンキーとかにもねどっぷりハマっていって、イエモンはやっぱなんだろう、僕のグラムロックへの入り口というかね、まあクイーンがねグラムロックへの入り口っていうところもあるんだけど、やっぱりそのクイーンの時はそんなに関連アーティストにはまらなかったんだけど、ジギーとかイエモンの時は結構ジギーやイエモンが影響を受けたバンドもどんどん聴いていこうってなって、そっからデビッドボーイとか本格的にね聴くようになっていって、でデビッドボーイだから高3の時ぐらいにすごいハマっていきましたね。ライフオンマーズっていうねデビッドボーイの美しいバラードがありまして、そこの MV がね真っ白な背景でデビッドボーイがすごい濃い化粧をしてね、水色のスーツ着て、ピエロみたいなもんですよね。なんかもうそのなんかヤバさ、その白い背景でなんか真っ白な背景でねすごい化粧をした痩せ細った水色のスーツ着たヤバいヤバいけどすごい美しい人がすごい美しいメロディーをなんか歌ってるわけですよ。ですごい壮大なオーケストラの演奏バックにね、その MV に映ってるのはデビッドボーイだけだけど、それがねやっぱなんかそういうヤバさ、そういうグラムロックとかそういうなんかヤバいものへのね魅力、でもヤバいけどメロディーがいいものがやっぱ好きだったんだよね。もうそれは一貫して一貫してね、なんか多分もうあの人たち何も話聞いてないんだけどてか俺の話も聞いてる人いんのかな、この配信とか見てる人ももうなんかだんだん寝始めてると思うんだけど、なんかやっとこの音楽語るモードスイッチ入ってきたと思ったら大体10分前なんだよな。まあ、話どちらかありましたけど、さっきその YouTube というものが世に出てきて、なんかデジモンアドベンチャーですね、デジモンの一番最初のアニメ、それがね僕小学校の時に大好きなアニメだったわけですよ。小3の時リアルタイムでね、でそれを久々に YouTube で見て、うわデジモン大好きだった、デジモンだ懐かしすぎるってなって、でもうバタフライね、無限大な夢の後の何もない世の中じゃのバタフライ、まああれはもうね今でもみんなカラオケで歌う大名曲なので、まあ、当然バタフライ懐かしい最高ってなったんだけど、まあ、それ以上にですねエンディングテーマのキープオンって曲、あと進化する時の挿入歌のブレイブハートっていうね、僕の、よく僕が話してます大好きな宮崎あゆみさんのね曲、もうその2つがね YouTube でその高1の時久々に聴いた時にもう懐かしすぎてもうゾワゾワゾワってなって、やばいみたいな、エモすぎるって今で言う、エモいって言葉なかったけど、ありがとうございます。スラムダンクはお好きですか？スラムダンクね、俺実はほぼ見たことないんですよ。ただ曲は全部好きだよ、曲は世界が終わるまではね、よくカラオケで歌うし、世界が終わるまではの話もねよく大西洋平くんとかでも言ってるんだけど、もう上杉さんの声がとにかく良すぎるよね。でもスラムダンクの曲で一番好きなのはね、僕一番最初の YouTube でねカバーしたやっぱザードのマイフレンドかな、あれ本当に泣けるよね、あの曲本当にいい曲です。でもあなただけ見つめてるも好きだな、あなただけ見つめてるの歌詞いいよね、見てくださいあの歌詞、もう本当になんだろう、
男に、なんだろう、もう、ん？男に、なんだろうな、一途になってなんかいろいろ失っちゃう女の歌みたいな感じだよね、あれは。あと意外にね、絶対に誰もも好きなんだよね、俺。絶対に誰も、5分前ね。はい。絶対に誰もって僕の大好きな小田哲郎さんが作曲してるんだけど、小田哲郎さんと、そのワンズの上杉さんと、あとノブさん、大先輩ノブさんの3人で台湾に何回か行ってて、その時にね、小田哲郎さんの YouTube で見たんだけど、小田哲郎さんギターで、ノブさんボーカルで絶対に誰も歌ってて、めちゃくちゃかっこよかった、やっぱり。さすがノブさんっていう。絶対に誰もみたいな感じで見てみてください。小田哲郎さんの YouTube に上がってる、それ。一瞬だけどね、ダイジェスト映像だけど、ノブさんの絶対に誰もかっこいすぎてフルであるみたいな。ミビさん起きてます、よかった。まあね、なんでそういう懐かしいアニメ、懐かしいアニソンみたいなのがね、 YouTube が出てきたことによって見れる、聞けるようになって、すごく良かった、それは。で、俺はだから YouTube っていうのは今でもそういう懐かしい、なんか昔の映像とかを見るためのツールなので、 YouTuber 的なものに興味を持ったことって俺ほんと1秒もないんだよな。だからなんか YouTuber 的なことやってくださいって言われても、俺自身が見ない、興味ないからわかんないんだよねありがとうございます。だから結局のところ音楽が好きなんだよね、俺は。うん、あんまりだからなんだろう、なんか人が喋ってんの見んのそんな言うほど好きじゃないんだよな、俺。ぜひ見てください、鎌塩さんのカバー聞きたいです。マイフレンドのカバーは僕の YouTube でね、アコーギでもう5年前ぐらいですけどね、弾き語ってんのありまして、あとね、大西洋平くんの YouTube チャンネルに大西洋平くんとライブで世界が終わるまでは2人で歌ったやつ上がってます。懐かしい。まあまあスラダンね、まあなんか僕がカバーするアニソン聞きたいのとかあったらまたなんか言っといてください。なんかアニソンカバーする機会もだんだん増えてくると思うので、こことかでもねやろうかな。なんかもう俺だんだんラジオで喋ること尽きてきたから、歌います、そしたら。うん、でもね、意外と喋ること尽きてないんだよな。だからまだその僕の音楽遍歴の話まだまだしたいもん。ただあんまみんな興味ないと思うし、まあなんかそれをね、興味持たせれるように喋れたらいいよね。でもだんだんなんか興味持たせれるようなぐらいテンション感高まってきたなって思ったところでいつも終わるんだよな、ほんと難しい。まあでも、うん、まあでもほんととにかく僕はそういう古い懐かしいレトロなものが好きなので、まあこういう商店街も大好きなんですけれどもね、まあ音楽は特にそうですね。ただなんかね、もうなんか最近だんだんちょっと俺もう本当いい加減古いの聞きすぎだなって思って、それ新しいのが恋しくなった時もあってね、なる時もあってね、まあなんかいい感じにね、いい感じに両方を楽しむ人生でありたいね。まああと1分半ぐらいしかないので、改めて T シャツこいつです。こいつ今日先ほどベースカマショップで、販売開始しました。もう在庫ね最初からわずかです。で XL サイズだけ多めに入荷しました、人気あったので。でもそれ以外のサイズは本当もう 2,3 着ずつぐらいしかないので、いきなりもうあっちゅう間に売り切れます。ジャストサイズで着たい人はね、ちっちゃめのサイズがいいと思うから、もうそういう方はもう早めに買った方がいいです。うん、なんでぜひぜひ、これ背中も可愛いです、これ。こんな感じでね、これ可愛いでしょ、これ。あ、1分前ね、はい、こんな感じになってますね、これ。はい、映ってる。まあぜひこれはね普段着できます、全然。俺全然この後この商店街これで歩いて帰れるもん。ちょっとただね、俺の場合は俺の名前だからちょっとさすがに恥ずかしいけどね、自分の名前入ってる。だって例えばなんだろう、
キムタクだったらキムタクって書いてある T シャツ着てるようなもんだからね。さすがのキムタクでもちょっと笑っちゃうよねそれだとね。だからさすがに俺はそういうね、自分の名前だからっていうちょっと道はさすがに歩きにくいっていうのはあるけど、普通の人だったら別にカマショーってなんかそういうブランドなのかなとかね、あります。あ、終わるね、もう終わりの時間ですね。まあそんなわけなんで、ぜひ T シャツよかったらお買い求めください。で、次回の放送がですね、おそらく7月12日の金曜日とかになるんじゃないでしょうかね。まあその時までに僕が生きてたらです、生きてたらっていうのは多分人生命はあると思うけど、ここから切られてなかったら、アズーリさんからね切られていなければ次回あると思いますので、次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。短い時間でしたけれども、またインスタやボロボロがありがとう。